気になることある？もらった瞬間に、詰められた時に、どうやって回避するようになる？あ、こいつ詰めてきたなと思ったら、もうカモやねんか。出てくるから、もっともっと引っ張る外に。もらい方が、もう体の斜め向けてもいい。そう。そう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 。ここでボールもらって、こうステップ踏もうと思ったら、結構しんどいねんか。こっから取ってこう切るのは難しいから、俺がよくやるのは詰めてくるときは外目に取ってから切り替えすぐにカットインでもらう。だからこうもらってから仕掛けるんじゃなくて、もらうときにもうアウト開いといてから切り返すか、もしくはもう振っといてここでもらうか、どっちか。相手が詰めてくるって分かるやん。あ、こいつ詰めてきたなと思ったら、もうカモやねんか、カモ来たと思って、その時はちょっと引っ張らしてから掘って、掘ってから切り返す。俺はすぐ、じゃあワンステップで抜けるから、ここでもらうんじゃなくて、さっきと一緒でここでもらうんですね。じゃあ相手は引っ張られるやん。で、大体詰めてくる選手ってボール見てるからさ、ボールと軌道とともに俺の方に目線くんねやんか。で、その時にもうこっちに折っときゃ、こっちに折っときゃ慌てて来るから、その瞬間に切り返す。いや、もう詰めてくるやつカモって、カモやカモやと思って、もうバーンってステップ踏んだら、多分思いっきり抜けると思う。もらってからじゃなくて、もらう時にはもう自分が1の有利に立っといたら追いかけてくるから、その瞬間にカットイン。そう、だからここでもらうんじゃなくて、引っ張って出す、引っ張ってもらってからカットインするで来るから、もっともっと引っ張ることも。もらい方がもう体の斜め向けてる。斜め向けてもらってカットイン。こっちからこうボールが来るから、こういう感じでもらって、でそのまま引き、もうこんな感じでもらっていい。体の向きが。そう。で、体を外に向けて、外に向けて、そうそう。でカット。そう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 。もう一回やってみて。体を外に向けてもらって、そう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 。できるだけ自分の面をもうこっちに向けちゃう。こっちに向けちゃったら、相手は慌てて追いかけてくるから。俺がこのままこう切るよりも、ボールちょうだい。俺がこう向いて、こっちに向かう方が絶対に体ってこっち向くやんか。その瞬間を狙う。だからもう極端なし、ここでもらっても、ここでもらっても、こっちにさえ踏めれば、結構簡単に切る。あとはさっき言ったみたいに、もらう前に引っ張ってからカットインでもらったりするのも有効。その時はここと連動しなあかん。自分がファーストレシーバーの時なんか、スタンドオフなんかでこうバーンと詰めてくるなと思ったら、体ごとこっち向けてボールもらってから、ステップ上手やから多分できると思う。